人食いのわし取り子というゲームは、ですね、プレイヤーを操作してアクションをやったり、パズルをクリアするというのは当然なんですけど、あのトリコという存在をこ うまく誘導するゲームでもあるんですね。で、何でしょう、例えば、マウスカーソルについてくるようなゲームっていうのはあると思うんですけど、そのマウスカーソルが 3D 空間の少年になったような、イメージのゲームを最初作りたくて、まあ、それこそが、これまで培ってきたイコとかワンダと巨像をこ うまくこう、ミックスするというか、その経験値を持って作り上げることができるんじゃないかなというふうに考えたんで、そういうゲームだというふうに受け取られるといいかなというふうには考えてますね。で、少年だけを操作してとか、トリコを、なんだろう、トリコを うまく使ってどうこうというよりは、トリコを うまく誘導するようなゲームかなというふうには思ってます。感情移入させる仕組みとしては、仕組みというか、演出としては、まあ、そんなに複雑な難しいことはやってないとは思うんですけど、こうあまり、少年と大鷲以外のものに、こうなんていうんですかね、あのプレイヤーのこう注目がいかないようにっていうふうに、考えました。で、それはどういうことかというと、お互いに助け合いながらこうゲームは進んでいくんですけど、例えば、強大な敵がいてそいつをやっつけるぞとか、何ですかね、少年だけが、アクションをしてクリアしないといけないんだけど、それが非常に難しいとか何かハードルが高いってものではなくて、まあ、お互いに協力することによってクリアできたり、こう常にこうお互いをこう意識し合いながら、プレイできしてもらえるようにっていうふうに考えて、例えばレベルデザインにしてもそのような、バランスで作っていきましたね。あの2人のキャラクターというか、あの少年と大鷲のキャラクターなんですけど、見てもらえると分かると思うんですけど、テイストがちょっと違う。例えば少年はあまりこうリアルじゃないというか、フォトリアルな表現じゃなくて、逆にトリコに関して言うとフォトリアルな表現で、それはあくまでプレイヤーにリアルに感じてもらうために、どのぐらいのこう表現にすることで一番リアルに感じてもらえるかっていうふうに考えて、まあ、そういうバランスになったんですけど、そうですね、あのビジュアルに関してはそうですね。で、その中身のそのキャラクターとしての性格であったり特徴っていうものは、こうあんまり少年に関して言うとあんまりこう特徴がないというか、まあ、プレイヤーの代わりになるキャラクターなので、こうあまりこう主張しすぎないように、注意して作りました。で、トリコの方に関して言うと、こういろんな動物のエッセンスをこう入れたくて、例えば猫であったり犬であったり鳥であったりとか、まあ、普段、自分たちがこう接しているような動物、ペットであったりとか動物園で見るような動物のこういい部分をこう混ざうまくこうミックスすることができないかなっていうふうに考えて作りました。AI は AI についてですけど、 AI は本当に苦労したところで、例えば少年が呼んだりとかした時に、こうすぐに機械的にすぐに来させることも可能なんですね。で、 逆にこうすぐに来てしまったりすると、こう動物としての何て言うんですかね、自立した感じが出なかったりとか、自分で行動してるというか生きてる感じが出ないっていうことで、その辺のこうすぐに来ないんだけど、かといってあんまりついてこないとユーザーさんにとかプレイヤーにストレスを与えてしまうので、トリコの名前の由来はですね、いろいろたくさんの意味があって、日本語で言うとその虜になるっていうんですかね、魅力的なものを表して、表する言葉として虜っていうのがあって、
でそれもあるし、あと鳥っぽい動物っていうこともあって、鳥の子供として鳥子とか、あとはまあダジャレなんですけど、まあ、以降ワンダが2個って言ってプロジェクトネームだったんで、まあ、3つ目っていうことで、3っていう意味のあるそのトライっていうのをかけてトリコっていう、名前になってますね。あ、見てほしいシーンとしては、まあ、エンディングですかね。そうですね、ゲーム全編を通して、仕込んでたものというとあれですけど、体験したものが最後消化されるという意味でエンディングを体験してほしいなと思います。ただ一つですね、ゲームプレイして、もらって、クリアしてもらって、まあ、トリコというその動物というか生物の存在をリアルに感じてほしいな、あの動物は本当にいたんだっていうふうに感じてほしいなと思って、全てを作ってるので、レベルもそうですし、キャラクターもそうですし、モーションもそうですし、そういうふうに感じてもらえたらいいなっていうふうに思ってます。